こんにちは。こんにちは。さて、はい、今日のテーマは、うん、おうち時間がもっと好きになる日常の気分転換アイテムのご紹介ということで、はい、ちょっとかなり大層な、すごい可愛い部屋になっている、はい、なっているんですけれども、うん、やはりおうち時間がまた増えてまいりまして、おうちの中で楽しく過ごす時間というのをたくさん工夫されている方いらっしゃると思うんですが、そういった中に一つ加えるだけでパッと部屋が華やいで、うん、本当に気分転換で自分にとってお気に入りの空間を作ることができるようなインテリアアイテムがございますので、うん、今日はそれを実際にどういう風に使っているのか、お客様の声とかも交えながらご紹介していきたいと思いますので、はい、ちょっと最後までお付き合いいただけたらと思います、はいはい、それではまず一番初めに、うん、もうこれを置くだけで空間が本当にガラッと垢抜けるアイテムをご紹介したいと思います、うん、それがこちらにありますもうね、目につきますよねこちらの壁にかかっているユニオンジャックのアイテムなんですが、実はここにありまして、これ裏と表で色が違うんですが、表がこんな感じの、うん、結構広めの、ね、はい、そう、色もね、もうあっちはヴィンテージ感になってて、ね、そうなんですよ、雰囲気もすごい素敵。そうなんです、うん、もともとはこんな感じでしたもんね。そう、こんな感じなんです。で、これが実は何かというとブランケットなんですよね、うんうん、ウールのブランケットになっていて、まあ、肩掛けだったり膝掛けだったりとかっていう時に使ってもらうアイテムにはなるんですが、例えばこれをこんな風に壁に飾ったり、おしゃれおしゃれですよねソファーに置いてもらったり、お客様の中でもやっぱりやはり実際にいらっしゃって、うんうん、ソファーにね、かけていらっしゃいましたね。かけていらっしゃいましたね。素敵でした、すごく、うん、そして寒い時はそのまま肩にかけて使ったりとかされるということで、うん、もう空間も一気にちょっと海外風なイギリステイストな感じになって、うん、グッとおしゃれになりますし、何かそういうお気に入りのアイテム1個あると、うん、そこの空間がきっと好きになれると思うので、ぜひこれはちょっとマルチに使えるアイテムなので、うん、ぜひいいですね。うん、裏はね、無地なんですよね。そう、しかも、うん、ここが可愛いですよね。そう、ここがね、可愛い。ここRDM で R&DM コっていうブランドのロゴが入ってるんですけど、うんうん、これね、しかも刺繍なんですよね。そう、刺繍凝ってますね。立体刺繍なんですよ、うん、すごく凝ってます、うん、なので、これを長く使っていくと、実はクレイ、これを窓際にかけてたんですよね、うんうん、クレイは大きい窓がたくさんあるんですけど、その西日余計のためにインテリアでこれを本当に窓にかけてディスプレイしていたんですけど、そうすると少し色あせてきて、うん、ヴィンテージ感がぐっと増して、ね、イギリスの国旗いいですよね、なんかおしゃれになる、本当にそうなんですよ、うん、はい、そんな感じで自分のシーンに合わせて、うん、取り入れてもらうと、うん、結構華やかではないかなと思います、うん、はい、そして同じくユニオンジャックのも一つあるんですよね、うんうん、それがこちらでございます。ちょっと白いので分かりにくいかもしれないんですが、うん、実はリネン 100% でできた生地をつなぎ合わせてユニオンジャックの柄が作られているマルチカバーとなっております。かなり大きくて、実はこれもクレイ窓に飾ってたんですよね、うんうん、そう、かけてましたよ。クレイ、そう、窓にかけると光でこう陰影が出てすごく素敵なんですよ。そうなんです、うん、そう、でクレイにいらっしゃったお客様が窓にこれがあるのを見て実際にご購入されたり、そういうようなインテリアにしたいということで使われている方もたくさんいらっしゃって、これは清楚感もありますし、本当にその部屋がかなりクリアな雰囲気になるので、ちょっとユニオンジャックとかイギリステイスト好きなんだけど、これはインパクトがありすぎるとかっていう方はこっちの方が取り入れやすいと思うのでいいかなと思います。で、カーテン代わりにされても向こうからの結構目隠しとかにもなるので、そう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 、光は透けるけどこう、うん、あんまりこう中が見えない感じだから、 そうですね、その辺もいいですよね。いいですよね、うんうん、こんな感じでご活用いただいたり、うん、もちろんベッドのシーツカバーもおしゃれ、もう寝るたんびになんか、はい、嬉しくなりそうですよ ね、 なりそうですよね、うん、気持ち高まってもう逆に寝れないかもすごいドキ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 しながらそんな感じでも、ぜひワクワクしながら使ってもらって、これもどん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 柔らかくなって、うん、そうですね、柔らかくなって、はい、しなやかな感じになって、より使いやすくなりますよね。そうなんですね。ちょっと日焼けしていく
風合いとかも可愛いですよね。そう、もともとね、リネンはアンティークリネンという言葉があるぐらい、やっぱり使ったり長く長く愛用してもらった方が、よりリネンの風合いは楽しめますよね。ちなみにこの、 ユニオンジャックのシリーズで、これはインテリアアイテムではないんですけれども、こちらのシルクの入ったスカーフがありまして、これは本当に程よい幅と長さで首に巻いてもらうような、アイテムになっているんですけれども、これを壁にかけたりとか、こんな感じでですね、こんな感じで一角だけでも全然雰囲気変わりますね。タペストリーっぽくね、なんかするといいですよね。こういう小さい小窓とかあるお家っていうのもあると思うので、そういうところにちょっと折りたたんでかけてみたりとか、でここには国旗があって、ここにはタッセルの絵があるので、なんかどっちを使ってもとっても可愛いので、そんな感じで取り入れられると、またちょっとブリティッシュ感出て、お部屋の中がかっこよくなるのではないかなと思います。なんか飾ることって結構大切ですよね。なんか無駄なものかもしれないけど、ちょっとそこにこういうのがかかってあるだけで、ちょっとあ、家に帰ってきたなとか、楽しい空間ができたなとか、なんかやっぱり飾り物って結構大事かなと思いますね。そうですね。これはね、巻物にもできるから、まあ、一石二鳥ですね。ちゃんと実用性もあるので大丈夫です。そう、使わないときはね、ほんとかけてあげると、パッと華やぐ気がしますね。はい、というアイテムでした。はい、いいですね。で、今ご紹介したのは、ちょっと大まかにインテリアにこう飾ったりとかっていうイメージが強いアイテムだったんですが、もっと実用性のある、自分が毎日使うようなアイテムでもいいものがありますので、ご紹介していきたいと思います。では私も愛用している、まずは、ハーディの、クッションカバー、リネンのクッションカバーと、そして同じくハーディのこちらの枕カバー、ですね。私の友達がこの枕カバー使ってるんですけど、そう、やっぱりなんか寝る時にこう贅沢な気分になるって言って、私はこのハーディーと同じ素材のこのクロスにも使われているスミスのクロスのクッションカバー持ってるんですけど、そうなんですよ。でもやっぱりね、このリネンの生地厚感がすごい素敵で、置いておくだけで雰囲気も出るんですけど、夏にリネンって寒い感じがするかもしれないけど、厚手のリネンは本当に冬もね、意外に温かみがあってすごく良かったです。本当に触ってても気持ちがいいし、いいですね、こういうのもね。なので、ソファーに置いてもらったり、ベッドのそばに置いてもらったりね、するだけでも雰囲気変わるんじゃないかなと思いますね。そうですよね。なんかこの青い線とかっていうのも本当無駄がなくって、しかもこの R&D もこうやって全部クッションの後ろがボタンなんですよね。そうそう、ボタンでね、こんな感じで可愛い。そう、可愛いんです。で、あんまり無駄がないデザインだから、どんな、家のインテリアにも馴染む気がしますよね。意外に和っぽい和室とかにも似合うし、こういうイギリステイストなお部屋にも似合うので、結構どんなお家でも馴染む感じのデザインですよね。そうですね。このクッションに続いて、なんか最近よく登場している、めっちゃ可愛い、これはね、新宅さんが買って大絶賛されてました、これすごい手が込んでるんですよね。そうなんですよね。機械刺繍でね、こう一つ一つこう刺繍されていて、すごい可愛いデザインですね。しかも後ろがベルベットって、そうね。そうなんです。でなおかつ貝ボタンっていうね、上品、本当に。そして同じく同じ時期に登場しているこちらは、ヘリンボーンのウールのクッションカバーになっていて、お花とかお部屋に飾ったりとかするのも好きな方は、こういう華やかなお色味があると、そうね、気分もすごく上がると思うので、ぜひなんかリビングとか置いてもらうとぐっと華やぐんじゃないかなと思いますし、一応これと色がブラウンですね。はい、2色ですね。2色ありますので、で私の、何ですか、最近のインテリア事情なんですけど、何だろう、なんかもし今日ご紹介した中で皆さんに何を一番 ご提案したいかって言ったら、クッションカバーがやっぱりよくって、そうね、クッションカバーなんかこうカバー変えるだけでガラッと変わりやすいですよね。そうですよ ね、 雰囲気がね。コロナ禍になってからおうち時間が増えて、私リビングにものすごくダラダラできる空間を作ったんですね。大丈夫、ダラダラでもダラダラしたいね。したい、広いカーペットをドンと置いて、そこにたくさんのクッションと、おしゃれだね、本とブランケットを置いて、いつ何時でもそこで何でもできる空間っていうのを作ったんですね。素敵。
なんかもういろんなことをお家でするものの、やっぱりそわそわしちゃって落ち着かないっていうことがすごくあったので、どこか一個だけでもすごく自分がリラックスできる空間ができたら全然違うかもと思って、なんか引っ越したかのような気持ちで新しい空間を作ったんですね。いいですね。やっぱり置きやすかったのが買いやすかったのがクッションカバーで、いっぱい置いてダラダラして、なんか YouTube 見てもいいですし、本読んでもいいし、そこでお菓子を食べてもいいし、本当にいいですね、幸せ時間だ、何でもできるんですよでも寝てもいいですしっていう空間を作るとすごく幸せで、あっという間に一日が過ぎていくっていう、状況が起きたので、ぜひなんかそんな感じで皆さんにも過ごしてほしいなって、ちょっと余談でした。クッションカバーはでもいいですよね、はい、季節を感じやすくて、こう季節感を季節の変わり目に買い替えるのもいいし、なんかそういう空間いいですよね。いいですよね。もう皆さんもやってみてくださいそういう空間をちょっと頑張って探すっていうのも楽しいと思うので、ということで、はい、クッションのシリーズでございました、ね、かわいい、はい、なかなかこういうクッション出会わないですよね。意外に探すと可愛いのないから、そうなんですよ、要チェックですね。 R&DM コーさんね。そうなんです、はい、そして、はい、こちらに置いてあります。こちらも同じくマルチカバーっていう名前なんですけども、スミスという名前のこの真ん中に入っている5本線ですね、特徴的な生地になっておりまして、でこれはリネンそのもののお色味で染色とかされていないので、本当にナチュラルな印象のマルチカバーになっています。でこれが最初にご紹介したこの2つよりもすごいビッグサイズなんですよ、本当に大きい、本当に大きいんです。そうなんでこれは寝具として使ってもらったりとかするのが多分一番いいような大きさになってますね。なんか夏なんかはこれをちょっとかけて寝たりとか本当にできるような、贅沢、いいですね、いい、でもリネンは保温性があるので、例えば羽毛布団の上とかにこれをかけて保温をさせるっていう使い方も暖かさが増すので非常に実用的なんですよ。実はもうこれ1枚で寝室のグレードがアップすると思うので、たまにはいいかなと思います。いいですね。だから少しずつこういうの集めていくとね、いつかこんな部屋にすごいやっぱ幸せな空間って大事ですもんね。大事ですよね。そうですね。ぜひ経年変化とかも本当に楽しめるものも多いので、おうち時間の質が上がって楽しくなる、理由になると思いますので、そんな感じで今日ご紹介したアイテムをですね、何か一個でもお気に入りとしてなんか見つけてもらえたら嬉しいなと思います、はい、ということで、はい、ということで、はい、本日はおうち時間がもっと楽しくなる、楽しくしたい、はい、日常が気分転換できるようなアイテムをご紹介させていただきました、いかがでしたでしょうか。よかった、よかったですか。なんか1個でもこのあるだけで本当気分転換になりますよね。なりますよね、やっぱり体を一番休める空間を、そうですね、ね、そうだそうだ、はい、ちょっとグレードアップしてみるっていうのも時にはいいかなと思いますので、もしよかったら下の概要欄の方に全てアイテム記載しておりますので、よかったら見ていてくださいませ、はいはい、そして今日のアイテムが良かったよって思ってもらえましたら、チャンネル登録とグッドボタンしていただけたら、はい、はい、とっても嬉しいです、はい、ということで本日も長らくですね、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。